僕のトレードはこのテクニカル分析をメインとしてます。でその中でもダウ理論と水平線だけを使っためちゃくちゃシンプルな手法です。自分のシナリオ通りの動きをする時もあるし、全くね反対方向に動く時もある。大事なのはいつも言ってる損傷理論の考えで、逆にこの上昇トレンドが下降トレンドに変わる瞬間も買い足から順番にこの FX において上方向を狙っていく場合は、目線が上だからって今この瞬間からね買いでポジションを持っていくっていう、そうじゃなくてなるべく安いところで買って高いところで、週足のこの下降トレンドからの日足は今目線上ですね、上昇トレンドが出てる。基本トレンドっていうのは買い足から順番に転換していくので、週足が今上に向きかけてる、上に転換してきたっていうことは、はい、どうもショウです。今回の動画では久しぶりに FX の具体的な環境認識、そしてトレード戦略のお話をしたいなと思います。最近は YouTube のメンバーシップではなく、9月からオンラインサロンの方をスタートして、そっちの方でね具体的な環境認識だったりトレード戦略だったり、そういった話をしてるので、 YouTube の方最近はそのあたり発信してきませんでした。なんで、久しぶりにね YouTube 用に環境認識とトレード戦略動画撮っていきたいなと思います。じゃあ早速なんですけど、トレード戦略お話ししていきます。僕のトレード、このチャートを元にしたテクニカル分析、めちゃくちゃシンプルです。お金を稼ぐために難しいことは僕はする必要はないと思ってて、この FX お金が絡むことでやっぱ感情的になりやすいんですよ。感情的になることで本来だったらちゃんとね利のあるトレードができるはずなんだけど、プロスペクト理論の罠にはまってね、感情が邪魔をして勝てるトレードも勝てなかったり、利益を伸ばせなかったりで、反対に損失を伸ばしてしまったりっていう方って結構いると思うんですよ。なんで僕は感情的になっても自分の決めたルール通りにしっかりトレードができるように、自分のトレードルールを目いっぱいねシンプルにしてます。めちゃくちゃシンプルだけどかなり普遍的で、ずっと使っていける手法だと思ってます。実際僕も6年間ずっとねこの手法でやってるんで、ぜひねまんま真似する必要はないけど、ご自分のトレードの参考にしてもらえたらなと思います。はい、ってことで上位足から順番に見ていきます。僕のトレードはこのテクニカル分析をメインとしてます。でその中でもダウ理論と水平線だけを使っためちゃくちゃシンプルな手法です。で上位足から順番に相場のね目線、方向感と、あと意識されるレートを見ていきます。じゃあ例えば週足で見ると、これ週足なんですけど、ちょっと太くした方がいいな。ここね上昇トレンドが出てる、高値を切り上げて底値も切り上げて上昇トレンドが出てる、ここもね切り上げてます。ここ切り上げてて、この最高値を作った起点がここなんですけど、これをね今下に抜けてる状態なんで、こう水平線を引いていくと、こうね最高値を作った起点を下に抜けて、こっから目線が下になってる、でこう下降トレンドが出てる状態からの、今また再度週足レベルで目線が上に転換してきたかなっていう相場です。だから上昇からの一旦下降の波が出て、そこから今少し上になってきたかなっていう、これで言うとなってて、少し上に向きかけてきたところです。はい、その中で今これね、この左が日足です。週足が1週間でローソク足1本形成される、で日足は1日でローソク足が1本形成されます。なんでこの日足ローソク足で週足のこの下降トレンドからの日足は今目線上ですね、上昇トレンドが出てる。基本トレンドっていうのは買い足から順番に転換していくので、この週足が今上に向きかけてる、上に転換してきたっていうことは、日足はもっと前から上昇トレンドが出てます。で週足でいう、この辺りを超えたくらいから今こう微妙な抜けなんだけど、一応ね目線が週足でも上になってきてるっていう状態です。で日足では今上昇トレンドです。なんで上位足から見ると週足今上、日足でも上っていう状態ですね。でなってくると、セオリーとしては上を狙っていく局面なんですよ、中長期で見ると。ただ今この週足日足だけを見て、じゃあ今この瞬間から買いでポジションを持つのかっていうと、また全然違います。なんでさらにね下の足を見ていきます。週足を消して、こっちはね日足の一つ下の足、4時間足にします。4時間足でももちろんこの日足が上昇トレンドだから、4時間足も今現時点ではまた上昇トレンドです。逆にこの上昇トレンドが下降トレンドに変わる瞬間も、もう買い足から順番に変わってきます。そのことをね意識しておくと、この相場をフラクタル構造として見ていくっていうね、ちょっとイメージが大事なんですけど、そのイメージしやすいかなと
思います。4時間足でも今上昇トレンドですね。上昇トレンドでこの値幅ですね、ここ急上昇が入って一旦落ちてっていう状態になってて、なんで一旦上方向の戦略を残したまま、ここのね上昇トレンドの最後の起点終点のこの値幅を拡大して1時間足で見ていきます。はい、じゃあね次左を1時間足に変える。すると4時間足のここの部分が1時間足で見たここかな、ここになってくるんですよ。なると1時間足で結構手前から上昇トレンドが続いてて、でさっき見てたとこ、まあ、この辺りブレイクしてきてる。1時間足で大事な水平線でいうとこことここですね。この2本ちょっと太いので書いておきます。こことここで一応この前回の高値も意識されそうなんだけど、もう抜けてますよね。なんでこれはもう無視していいと思います。でその中で、まあ、この辺りちょっとファンダによる動きなんですけど、大きく下に抜けて、で前回の安値試してっていう感じです。なんで一旦この意識するべきはこことここの起点終点の間で一旦下試して半値付近、一旦この上昇の半値付近まで落ちてきて、次この下降の半値付近まで上がって、半値半値でこうボラがスクイズしてってる。でその中でファンダによるね動きでこうちょっと荒れてるんですけど、どちらにしても一応目線は上だけど、この中で起点終点の中でレンジになってる状態ですね。買い足で見るとレンジになってる状態です。こうなってくると買い足に落としてね、さらに買い足に落として、どちらかというと引きつけてトレードする、この FX において上方向を狙っていく場合は、目線が上だからって今この瞬間からね買いでポジションを持っていいかっていうとそうじゃなくて、なるべく安いところで買って高いところで売る、で反対に売り方向を狙う場合は高いところで売って安いところで売り戻すっていうのが基本になってくるので、その概念でいくと現時点でね今結構底値来てるんですよ。底値来て一旦前回の安値付近で買いが入って少し上昇してる状態なんですけど、ここをねさらに買い足に落として掘り下げて見ていきたいなと思います。ってことでここのレンジを次5分足で見ていきます。じゃあこっちね、次右を5分足にします。5分足くらいからは目線コロコロ変わっちゃうんで、あんまりね水平線引いても使えないんですけど、じゃあどうするかって、例えばですよ、戦略の一つとして、正直ね今手前から見てっても水平線引いても機能してないんですよね。ちょっとこれも機能してないし、なんで、まあ、正直今の相場で、まあ、トレードするかどうかっていうと僕だったらしません、正直しません。ただこの1時間足の方向に沿って、例えばなるべく安いところで買って、長期的な視点でねずっと買いでポジションを持っていくっていうよりかは、前回の高値くらいで売って短期間で利益を抜いていくっていう考えでいくと、例えばこの5分足で下降トレンドが終焉を迎えたタイミング、さっきの目線の概念ね、こうやって下降トレンドが出てて今こう上昇してってる。もちろん目線結構コロコロ変わるから、ある程度リスクを取って逆張り的な感じで、もう前回の安値とかまで落ちてきた時に買いでポジションを持っちゃうっていうのももちろんありなんですけど、もちろんそこまで落ちてこないパターンっていうのもあります。買いの勢力強かったらそこまで来る前に買いがある程度入って、その勢いでね上昇していくっていうパターンもあるんで、だからまあ両方のパターンで考えていくといいのかなと思います。なるべくこう前回の安値付近でこのきっちりっていうよりかは、まあ、少し上くらいでね買いでポジションを持って逆張りで、長期足の流れに対しては順張り、買い足の流れに対しては逆張り、落ちてきたところで買いを入れるっていうパターンと、あと長期足の流れに対して順張り、ここは一緒で、この短期足の流れに対しても順張りっていうのは、例えばこの下降トレンドがここを抜けたところで、あと目線上に切り替わるんですよね。こういったところでブレイクを見てエントリーして買いでポジションを持っていく。もちろんこういったね水平線通りできっちり機能するかどうかっていうと、正直今の相場だとしないと思います。ただセオリーとしてそういったやり方があるっていう感じですね。結構このやり方はドル円はこのテクニカル機能しやすくて、この機能しやすいドル円でも特に東京市場かな、平日の朝7時8時くらいから動き出して、東京市場の前場ですね、午前中の時間帯そこそこ動いて、お昼からは日によってなんですけどそんなに動かなくて、で欧州入る時間帯15時16時くらいからまた動き出すんですけど、そこはまたねちょっと動きが違うんですよ。その動きの癖が変わってくるんで、今ねこの場で戦略としてお伝えできるとしたらそんな感じかなと
思います。大事なのはもちろんその通りになる時もあるし、自分のシナリオ通りの動きをする時もあるし、全くね反対方向に動く時もある。大事なのはいつも言ってる損傷利害の考えで、結局勝つ時大きく、負ける時小さくっていうのをもう徹底的に意識して、リスクリワードを計算してトレードしておけば、負けた時はね小さく、勝った時は大きく、ここのねリスクリワードレシオの比率が結構大事になってくるんですよ。なので、まあ、この戦略プラスリスクリワードレシオ、資金管理徹底してこのトレードにね励んでいただけたらなと思います。とオンラインサロンの方はあとね別のプラットフォームでやってます。詳細は現時点で募集は停止してるんですけど、また案内再開した際は LINE 公式の方でお伝えすると思うので、こんな感じで僕のこの FX のチャートの見方、そしてトレード戦略でした。まあ、久しぶりにね YouTube でこういった話をしたんですけど、また参考にしてもらえたらなと思います。じゃあ参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価、あとチャンネル登録お願いします。あとね動画の概要欄にある LINE 公式必ず追加しておいてください。そちらの方では僕の FX でのお金の稼ぎ方、そしてお金を稼ぐために必要なマインド、無料で段階的に学んでいただけるようになってます。ぜひね参考にしてもらえたらなと思います。はい、じゃあ以上です。